単刀直入に申し上げます。シド君、私とデートしてください。お断りします。今のは幻聴かしら。確かにシド君がお断りと言ったように聞こえたけれど。やはり幻聴ね。カフェテリアの喧騒に紛れて正しく聞こえなかった。そうに違いないわ。改めて申し上げます、シド君、私とデッ。だから行かないってば。え、なぜですか。逆になんでデートの申し込みをされるのかの意味が全くわからないんだけど。それはあなたと思い出を作りたいから。